ダノンファンタジーは、日本の競争馬。2018年の JRA 賞最優秀二歳品馬。主な勝倉は2018年のファンタジーステークス、阪神ジュベナイルフィリーズ、2019年のチューリップ賞、ローズステークス、2020年の阪神カップ。母馬のライフフォーセールは、アルゼンチン生まれで、アルゼンチンの G1 競争部へのスワイレス州大賞、セレクシオンデポトランカス。 G1 だと2000メートルなどの優勝馬である。これを北海道阿比町のノーザンファームが購買2013年に日本へ輸入し繁殖品馬とした。母馬の父ノット・フォー・セールはアルゼンチンのリーディング・サヤーである。父兄を遡ると種ボバとして日本で成功したフォルティノに行き着く。ノット・フォー・セールの産区で G1 競争を勝った品馬としては他に バラダセールポーラデポトランカス大賞、サファリミスポトランカス大賞、ミスレンディピティがおり、いずれもノーザンファームが繁殖品馬として購入している。本場はライフフォーセールの3番子として2016年1月30日に誕生。1歳の時、2017年のセレクトセール1歳市場にライフフォーセールの2016として上場、ダノックスが9000万円で落札した。 その後日本中央競馬会の中内田三政町教師に予託されダノンファンタジーと命名された場名は馬主野田信弘の冠名ダノン幻想幻想的な走りを期待して命名されたものであるメイクデビュー東京を6月3日東京の2歳新馬戦に2番人気でデビューレースでは好為を追走し 直線で足を伸ばしたがグランアレグリアの2着に敗れる。その後、3ヶ月の休養を挟んで9月16日阪神の2歳、未勝利戦は、道中3.4番手で追走すると直線で鋭く、抜け出すと最後は、レッドビータに2羽審査をつけて、圧勝、2戦目で、初勝利を飾る。ファンタジー S11 月3日、京都競馬場のファンタジーステークスは1勝馬ばかりの、 対戦となり、単勝1.5倍の圧倒的本命に支持された。主戦の川田正宮美騎手は中段に待機し、道中では折り合いに専念した。ファンタジーステークスは12月の阪神ジュベナイルフィリーズの前哨戦の位置づけながら、両競争を連勝した馬は過去15年間出ていない。中内田光笠町教師と川田騎手はあらかじめ、示し合わせた上で、 今後の競争のことを考えて後方に控える1600メートル戦の乗り方をしたという。ダノンファンタジーは直線で外から追い込んで楽々と2着に一馬進3、4差をつけ完勝した。ゴール前では手綱を抑える余裕があった。ダノンファンタジーにとってはこれが重賞初勝利となり2歳牝馬チャンピオンの有力候補となった。グランアレグリアとのライバル関係この頃から グランアレグリアがライバルとの見方がなされている。グランアレグリアは108のレーティングを与えられているのに、対しダノンファンタジーはファンタジー S のレーティングでは107を与えられた。競馬ブックの長岡俊幸はファンタジー S でのダノンファンタジーを鑑賞力の違いを見せつけたと評しながら最大のライバルであるグランアレグリアが10月の サウジアラビアロイヤルカップで見せた勝ち方と比べると、物足りなさを感じると述べた。同志の吉岡哲也もはじめは、ダノンファンタジーは物足りないと考えた。しかし将来を考えて控える競馬をしたのだと知って、納得したという。しかしすでにグランアレグリアは、品馬限定の阪神ジュベナイルフィリーズではなく、オスメス混合のアサヒハイフューチュリティステークスへ向かう、ことを表明しており、 両馬の対戦はしばらく先まで実現しないことになった。阪神 JF を制止暫定2歳牝馬チャンピオンとなる実質的な2歳女王決定戦である12月9日の阪神ジュベナイルフィリーズはグランアレグリアを欠くものの有力馬として2016年の優勝馬で後にオークスを制したソウルスターリングの範囲ートシェングランズ1999年の大歌賞。 エリザベス女王杯に着馬フサイチアデールの娘、ビーチサンバ、デビューから2連勝中のクロノジェネシスらが名乗りを上げた。ダノンファンタジーの主戦騎手の川田は、阪神ジュベナイルフィリーズ当日は、香港に遠征中のため、代わりに、クリスチャン・デム・ーロ騎手を安城に迎えることになった。人気は、ダノンファンタジーが、単勝2.6倍の本命。 対抗はクロノジェネシスも3.6倍と差がなく、ついでシェーン・グランツ6.2倍、ビーチサンバ8.2倍と上位馬の人気が分散して、きっ抗した。スタートで、クロノジェネシスが後手を踏み一馬身で遅れた。ダノンファンタジーは、無難に発馬したのに、後方へ下げ、後ろから3、4番手の位置に控えた。道中、ダノンファンタジーが先へ行きたがっていたのを、デムウロ機種は、 なんとかなだめて待機した。最終コーナーを回る時点では、デムーロ騎手はまだスパートするのを待とうと考えていた。しかし、外側からクロノジェネシスが上がってきてダノンファンタジーの進路をブロックしようとしたので、これを防ぐためとっさにスパートの指示を出した。ダノンファンタジーは、この合図に即座にこうして加速すると、クロノジェネシスに進路を譲らずに進出した。 そこから2頭が馬体を合わせて、申し合わせたような一気打ちの追い比べになり、一度は両馬の鼻面が全く並ぶ接戦となった。残り200メートルほどのあたりでダノンファンタジーがわずかに前に出ると、最後は半馬審査をつけて優勝した。ダノンファンタジーには111のレーティングが与えられた。中内伝調教師にとっては阪神ジュベナイルフィリーズ初優勝。 乗り代わりで、阪神ジュベナイルフィリーズ初優勝となった、デムーロ騎手は、来年の大花賞もチャンスがあると評した。サラブレッド決闘センターの藤井正宏は、ディープインパクトの参考にしては珍しく、長い、叩き合いで根負けしない、接近戦志向があると評した。また、ディープインパクト頻馬としては異質の粘り強い末、足とも評している。 育成牧場のノーザンファーム早北にとっては、これが育成場としては、初めての G1 優勝場となった。翌週の朝日杯フューチュリティステークスでは、単勝1.5倍の本命に支持されたグランアレグリアが3着に敗退した。その結果、年末の JRA 賞投票では、ダノンファンタジーが全276票中に75票を集め、 最優秀2歳品馬に選出された。全日本合同フリーハンデでは、110で2歳品馬の首位。JPN サラブレッドランキングでは、111で2歳品馬の首位となった。大歌賞トライアルである、チューリップ賞から始動。安城も川田に戻った。この一戦では、単勝オッツ1.3倍の圧倒的な支持を受けた。 直線深度が開かないロスがあったものの外へ持ち出すと、そこから鋭い伸びを見せ、差し切りを図ったシゲルピンクダイヤの追撃を退け、優勝。3歳シーズンを、コースタートで飾った。満を持たして迎えた、ヒンバ3巻1巻目の大歌唱では、ライバルと目されていたグランアレグリアや、クロノジェネシス含めた一流のヒンバが集合した中で一番人気に、押される。レース本番では、 同中行為につけて、直線で粘る形を取るも、残り約四百メートルで脚色が衰え失速。グランアレグリアが後続を突き放す。圧勝のレコード勝ちを収めた中、自身は四着に終わり、五連勝で二つ目の GI タイトル獲得とは、ならなかった。巻き返しを図った、優秀品馬は、グランアレグリアが、NHK マイルカップに向かった、日本競争には出走しなかったものの、 大賀賞での敗戦や距離面での不安から4番人気に評価を落とす。迎えたレース本番では直線で仕掛ける各馬に合わせて進出するも3戦無敗で重賞未勝利の1番人気、ラブズ・オン・ィーユーが大外強襲をかけて各馬を抜き去り1着入戦レコード勝ちで無敗のオックス制覇を果たす中、本馬は5着に終わった。夏は休養にあて、秋は ローズステークスから指導。大歌賞は、オークスは共に不在だったものの、フローラステークスカチューマビクトーリア、大歌賞2着のシゲルピンクダイヤラのオークスで、対戦したメンバー、三冠ヒンバ・ジェンキルドンナノコモアナアネララの、夏で鍛えた馬などの好メンバーが集まった。その中で、唯一の GI 馬であったこともあり一番人気に、押される。レースでは、安状の変わった賞みが、 レース後に出過ぎた。と語るほどのコースタートを見せると、道中は行きたがったところを抑えて中段に位置づけると、直線では残り約200メートルで末足を発揮し、先頭に並べかけると最後は2着ビーチ3馬を首かして1着入選。前年の2歳上の復活を印象づける、レコード勝ちを果たした。続いて、ン馬3冠最終戦の週刊賞に出走。前日に、 令和元年東日本台風が日本列島に上陸し、当日は徐々に乾いてきてはいたものの、やや銃の馬場状態でレースを迎えた。さらに、グランアレグリアが別路線に進み、ラブズ・オンディー・ユーが調整の遅れで本競争を回避したため、17年ぶりに大歌唱馬、オークス馬ともに不在のレースとなった。このように不確定要素は多かったものの最終的に、 単勝3.5倍の一番人気に押される。レースでは、最内枠からコースタートを見せるとそのまま3番手に位置づけて直線での進出を試みたが、やや10にもかかわらず、ペースが速くなったことも影響してか、最後は馬群に飲み込まれ発着に終わった。約半年の休養を経て、半身品バステークスで復帰。久々の実戦ながら一番人気に押されたが、 前走からプラス2 2ラムの大幅な馬体像が影響してか伸びきれず5着に敗れた。続くビクトリアマイルは前走から馬体重マイナス2 0ラムと体を絞って出走。アーモンドアイが圧倒的な人気を集める中、6番人気での出走となった。レースはアーモンドアイが圧勝。本馬は5着だった。秋の復帰戦となった中品ステクスは同の オークスはラブズオンリーユーに次ぐ2番人気で出走。レースはハットを立てながら快人気3頭で決まった。波乱の決着の中、自身は重馬ば,ばで伸びきれず6着に敗れた。自走には、久々の1400メートル戦となる、半身カップを選択。安城には、同日のホープフルステークスで、ダノンザキットに起乗予定の川田に代わり、藤岡祐介を迎えた。 インディチャンプが圧倒的支持を集める中、4番人気で迎えたレース本番、道中は好意のうちでレースを進め、直線に向くと抜け出して2着マルターズディオサに一馬身、3、4差をつけて優勝。昨年のローズステークス以来の勝利で、重勝5勝目をマークした。年が明け前走と同じ舞台の阪急杯に出走、同じ GI 馬のレシステンシア、 インディチャンプと人気を分け合うもレースはやや後方から伸びるも5着に敗退。自走は高松の宮記念に出走し2番手から競馬をするも過去最低着順の12着と惨敗。続くビクトリアマイルは上がり2位の33秒0で追い込むも7着に終わった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。 母のライフフォーセールはアルゼンチン産のサラブレッド。現役時代はアルゼンチンで2歳から4歳まで、走り10戦8勝、うち6勝はグレード競争。主な価値案はセレクシオンデポトランカス、ブエノスアイレス州大賞、ポーラデポトランカス、ミゲルルイスモラレス賞、ラウル・アリステギ賞、デルリエ・ゴメス賞、アミルカル・エーメルカデル賞。2013年に日本に輸入。 母の母の父スキーチャンプはスキーパラダイスやスキーキャプテンのハンニー。母の父のノット・フォー・セールはアルゼンチンのリーディング・サイヤーである。2015年に死亡。翌2018年7月のセレクトセールではダノン・ファンタジーの判定となるライフ・フォー・セールの2017がコンドーリーチにより2億3000万円で落札された。この時点ではまだダノン・ファンタジーは未勝利だった。 2002年にピース・オブ・ワールドが達成したのが最後。阪神・ジュベナイル・フィリーズの優勝場のほとんどは1400メートル以下の競争には出走すらしていない。これは1400メートル戦のファンタジーステークスと1600メートル戦の阪神・ジュベナイル・フィリーズでは求められる資質が異なるからとも考えられているグランアレグリア、陣営は主戦騎手のクリストフルメール騎手が 阪神ジュベナイルフィリーズ当日は香港競馬に遠征していて不在のためルメール機種が騎乗可能な朝批判 FS を選択したと伝えられている。残り一票は該当話だった。ありがとうございます。